第9章失踪。広瀬の親分がなぜハルトを連れ去ったんだ。とにかく今はニューセレナへ向かえ。やっていきましょう、龍が如く6。行こう、ニューセレナだ。緊迫してる、音楽が。さあ来ました、ニューセレナ。まあまあ。キリュウの兄貴、待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。早く戻らねえと。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下座した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。何？松永と高頭の話だと、うん、本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんだぞ。まあそうなのか。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水、あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。よう分からんが、ローって男の話を真に受ければ、うん、坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。そうね。本家の狙いもおやっさんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか。大丈夫です。今は本家に見つからないようモレノで成り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが、たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。さあ、いやもう行こうぜ。うん、ないでしょサブストーリー。兄貴、広島へ戻る支度はできておりますか。ただそう言われちゃうとな。一回一周してくるわ。いや、うん、そうですか。支度できたら声かけて使わせ。 OK。 それどころじゃねえんだけどな。ハルトが危ねえわけだから一周だけしてきます。カムロ町、はい、一周してきて途中ですね、チャットレディとお遊びしようかなと思ったんだけど、今はそれどころじゃねえなって言われちゃいました。そりゃそうだよ。ハルトが危ねえんだ。うん、もう向かおう。兄貴、広島へ戻る支度はできておりますか。ああ、大丈夫だ。行こう。待ってろ、ハルト。必ず助けてやる。兄貴、まずはモレノに向かって使わせ。わかった。松永と田頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。さあ行こう、モレノへ向かえ。まっすぐ向かうぞ。なんだ。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。邪魔くさいの。やっぱり気流じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、舐めとるんかこら。力の差が分かんねえのか。
はい、行こう。車からわざわざ降りずにさ、そのまま突っ込めばいいのにな。はい、OK。まあ、突っ込んできたわ。すげえやつだ。はい、ちょっとしぶとかったな。まあ、行きましょう。キリの兄貴、早うモレノに行きましょう。オッケー。いちいち小顔な連中を相手にしちゃったらキリがあれやせんで。こっちね。さあ来ました、モレノ。見ていこう。あ、キリの兄貴、カシラ、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、ヘイハイツがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのにこんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても座って使わさい。話せば長くなりますけ。夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。まあ、それであのおやっさん悪い人には見えないけどな。飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん、それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。ううん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え、そのローがこう言ってたんだ。達川はハルトの父親じゃないと、うん、そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないか。守るために。じゃったら清美さんに一言言うと言ってもええじゃろうが。まあ確かに、キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれない。ああ、それもあるかも。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからない。まあそういうことだな。今確かなのはそれだけだ。振り回されたわ。くそ、親さん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。
さあ、どうしたらいい？まずはどうする？一回出るか。邪魔だな。いやいやいや。ぐちゃぐちゃ椅子。あの、キリュウさん。ママ。本当にごめんなさい。私が、しっかりハルト君のことを見ていなかったせいで、いや、こんなことに。清美って呼ばしてもらおうか。あんたは何も悪くない。ああ。でも。それより、あんたには、一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で、ソメヤとやり合ってな。多分あいつとは、いつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人とキリュウさんがどうして？ソメは登場界の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。うん、その子誰なんだろう。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで、東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳。いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザがソメヤだったのか。ううん、違うの。あ、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのがソメヤ。うん。ソメヤも客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時ソメヤは何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。ソメヤそこまで悪いやつじゃねえのか。もしかしてな。その格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あれ、これバックで達郎流れてる。あんたにはもう借金もない。流れてんな。自由の身だ。しなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして？強引なキス。強引なキス。持ってかれちゃうよね、こんなことされたら。ただしイケメンに限る。
郎がしみるな。おい、染谷はいいやつじゃねえか。これどこでああなっちゃったんだ。あれは本心じゃねえのか。あの態度は染谷の本心を知りたいね。桐生さん、こんなの聞いちゃったらもう染谷を悪いやつと思えねえよな。あの染谷とそがなことが。南雲くん、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された、バカな女だなって。南雲は思ってるよ。染谷とはその後、なんだ今の顔。結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば、男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、なんだかいいやつなのか、なんかちょっと歪んでるよな。それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。娘誰な。あの子が今幸せでいるのか、娘は関係ねえのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したら、子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。それはその通りだ。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。長間、あんまり触んな。ありがとう南雲くん。え、もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。
行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについてたよね。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。まあね。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。よく言ったみたいな顔してんな。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん、うん、いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どこか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなあですわ。なあこともなあ。広瀬の居場所話すか。そうじゃ、スナック清美におやすさんの携帯が残ってます。ああ、そうなんか。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるか。確かに。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。わかった。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。亡霊が出たとこね。あそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。わかった。キリュウの兄貴、おやすさんの行きそうなところって考えたんですけど、ああ俺はとりあえず組の事務所かなって、うん、広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやすさん鍵持っとらんけ事務所には入れんじゃろ。そっか、おやすさん鍵持ってねえんだっけ。そういや事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやすさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。まあそうだな。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません桐生の兄貴、もう少し考えてみます。分かった。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。アポロ。喫茶アポロはおやすさんがいつも出前取るんですし、確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃない。分かった。じゃあ墓場とアポロと清美ね。桐生の兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし、うん、いや俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くってそが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。そうだな、あいつらのためにもな。ここだ。うん、親分がここにいる様子はなさそうだ。はい、ここはない。さあ清美にはいるかな。まあ、いるかなっていうか携帯か。あ、キリュウさん。ママ。ママ、親分の携帯あるか。ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。画面には一件の着信履歴が表示されている。セキュリティ、この番号はスナック清美の番号。親分がいなくなった直後にママがかけた時のもの。何？それ以外は何も残っていない。じゃダメだ。発信履歴も電話帳も空っぽ。何か分かった？いや何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。消したのか。じゃあそういえばいつもデータを初期化してるって言ってた。慎重だね。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。本当にそういう意味か。この携帯から手がかりはなさそうだ。他を当たってみるか。キスアポロ、どうだ。ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか？ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか？ん？親分のお知り合いの方ですか？ああ、そうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました？いや、ちょっと訳あって
親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか。いつものことですよ。何もわからなそうだな。そうじゃ。おう、どうした？ん？どうした？親分に先月のツケ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちがうるさく言わんと全然払ってくれんのじゃけ。ああ、わかった。どうやらこの店にも来てない。他は当たるか。でも全部行ったぞ。事務所ってこと？さあ、ここで何か起こるのか。うん、鍵が閉まってる。人の気配もしねえ。手がかりなしか。じゃあどうした？裏から入れる？まさかいるの？親分の部屋、窓が開いてるな。敵もさ、ここにはいると思わねえから逆にここにいるっていうやつか。東大元暮らし的な。普通にすっとぼけた顔して、うんとか言っていそうだよね。広瀬の親分はなぜハルトを黙って連れ去った。ああ、言いはしないんだね。手がかりあるかもしれない。どこかのスナックのマッチか。一応拾っておこう。スナック砂時計、この辺にある店か？親分の行きつけかもしれないな。ここを出たら探そう。うん。ああ、今のだけでいいんだ。オッケー。出ましょう。こっちから出んのか。驚き流。こがんとこにおったんか。ふん。一人でいい度胸じゃの。陽明連合会か。引っ込んでるの？広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる？それとも。本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃ。話した方が早いよ、絶対。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。やっちゃいましょう。オッケー。なんじゃこれは。子が花子とか。驚っきりよ。もう立ててすまんだ。今さら何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。ほんとそれな。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら、殺せ。はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、お前らなんで広瀬の親分を探してる？知らん。わしらは腰水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。まあ本当に下っ端だからそうだろうね。ほんまじゃ。まあ嘘はついてねえだろう。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる？マスゾエのおじき。
東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは？道場会の染谷と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。舛添のおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ桐生、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。さあスナック砂時計へ向かいましょう。ただここでやめておこう。はい、そんな感じで次回もお楽しみに。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。